思えば奥まで来たもんだ。ということでやってきました、流祭壇パティちゃんですよ。最後の挨拶とその前のセリフに何の関連性もないんだけど、あ、どうもティアです。場所の案内と私の案内、一緒にやれて一石二鳥でしょう。いやー、しかし竜族の聖地って言われていた竜祭壇か、まさか入れるなんて思わなかったよ。そうだね、パーカーの影響を受けた竜族への対応という目的はあるにせよ、こっちを信頼してくれてるみたい。これあなたのおかげなんだよ。竜族の信頼を勝ち取ってくれたのはお世辞でも何でもなくあなた。老竜族が認めてくれたから、あなたやあなたが所属するアークスの私たちをこの場に招いてくれてる。その功績は胸を張っていいと思う。アークスの上層部から見るとなんか怪しんでいる感じみたいだけど。失礼だよね、竜族とのわだかまりを解いてくれた、いわゆる一つの英雄なのにさ。といっても油断は禁物、竜族だって一枚岩じゃないんだって、さっき会った女の人が言ってたよ。まだまだアークスに対して敵外心を持つ竜族もいるから気をつけて進むんだぞって。私たちとしてはその後小一時間は続いた竜族うんちくに心が折れそうになったけどね。よ、先輩、よく会うね。お互い働き者ってことかな。ヒューマン、ニューマン、キャストにリューマンと数は揃ってるし、他の人にも出会いそうなもんなのにさ。けど俺は先輩ばっかに会う。偶然よりは運命と言った方がロマンチックかな。まあアークスの歴史を紐解くと偶然じゃ片付かないことは結構多いみたいだけどな。リューマンの成り立ちもそう、どのくらい昔の話かは知らないけど、ある時不意に空間の裂け目から生態的な遺留物が現れたんだと。俺は記録で読んだに過ぎないが、とてもその時代のものとは思えない代物だったらしい。竜の皮膚のような、それでいてダーカーのもののような遺留物、それを参考に実験を行っていって、その完成形が俺たち。そしてこれはここだけの話、その遺留物この前の暴走竜の大組織に酷似してるんだとさ。まったくおかしな偶然があったもんだよな。まあそのおかげで俺は生まれたわけだから別に構わないけど。こんにちは、頑張ってるみたいだね。そういやあなた、この武器集知ってるかな。これは刀、かの三英雄の筆頭レギアスが最も得意とする特殊武装だよ。レギアスがようやく後進にその技術を伝える気になってくれたみたいでさ、いわばレギアス直伝かな。そう言われるような腕前でもないけどね私は。よし、それじゃあ特別にお姉さんが刀の特性をご教授してあげちゃおう。武器種としての特性は、そうだな、とにかくタイミングが重要な武器かな。呼吸を整え一気に抜刀、呼吸を合わせて5の線を取る、そんな感じ。レギアスが技術伝えないわけだよ、すっごく神経を使うからね。呼吸が合わず心が乱れると刀自身も生くらになる。何よりも経験が必要な武器だよ。でもその分型にはまった時の攻撃力なんかはたまらない。まあ一度は触ってみ。そこで行き交うアークスの君、俺の名はヒューイ、六房銀行の六をやっている。ん？ん？なぜだ、君とは会ったことあるようなないような、そんな違和感を覚える。あったっけ。まあ細かいことは気にしない、それよりも人助けだ人助け。何か困っていることはないか。六房銀行になっても
俺には人助けぐらいしかできないし、他にやることもないしな。六望金庫といってもそんなもんだ。結局やれることは人一人のもの、両手に余ることは何もできない。力の強さで六望金庫に選ばれるのは生存率が高いかどうかを見てるわけだ。士気向上の旗印というわけだ。困っているフォトンを感じた。それでは俺は行く。また会おう。叫ばなくてもいいんだよ、エラ君。まあ見ての通り、今回の私の案内役はエラ君というわけだ。この場のなんていうか凄さを教えてもらっている。そう、ここはすごい場だ。私が生まれた場でもある。ん？ルラ君もここで生まれたのかい？そう、私はここで神月様に生み出された最も新しき魂。道理で少しだけ失礼な気配を感じた。気のせいだよ。しかしレラ君、そうなると君は生まれた時からその姿なのかい？もちろん。とはいえ私は特別だと神津様はおっしゃっていた。体は星より賜るもの、魂は己で磨き上げるもの。私たちの神話は伝え、だけどダーカンに魂を食われた者は戻ってこない。魂なくして体はなし、神津様はおっしゃっていた。ゆえにアークスには感謝せねばならないと。カミツ様か。そういえば私はまだ一度も会えていないんだな。あ、やっと見つけた。あなた精力的に活動しすぎ。探す方の身にもなってよね。違う、こんなこと言うために走り回っていたんじゃない。どうしても一緒に来てほしいところがあるの。集合場所はここ竜祭壇。詳しい話は当日するからよろしく。さて次はあっちか。はあ、もう人使いが荒い。あ、本当にお願いね。悪いようにはしないから。来たわね。それじゃあ行きましょう。こっちよ。どこに行くのか、誰がいるのか。いいじゃない、そんなの向かった先でわかるんだから。人づてに聞くより見た方が早いわ。時間もあんまりないし急ぐわよ。やっぱりダーカーが多いわね。あいつの存在に反応して現れたのかな。だとしたら竜族にはとんだ迷惑ね。完全にとばっちりじゃない。いや、だから先にいろいろ交渉させられたのか。こういった襲撃を予見しててなお行動に移るって、やっぱりあいつたち悪いわね。ん？どうしたの？これから会うやつはどんなやつかって見ればわかるわよって。そういう回答じゃないわよね、欲しいのは。そうね、見た目はガキよ。ちびっこいやつ、すっごく生意気な万人のイラッとする要素を詰め込んだ高飛車の塊。偉そうにふんぞり返ってるくせに自分では何もしようとしないの。そのくせ注文だけはやたらと多い。なんか話してるだけでイライラしてきた。
雑談は一旦ここまで。先を急ぎましょう。ちょっと休憩しましょうか。時間はないにはないんだけど、少しは向こうもじらしてやらないと。いっつも顎で使われてばかりじゃストレス溜まるだけだからね。ん？なんでそんな奴の言うことに従ってるのかって、利害が一致してるからかな。ほとんど強制だったんだけど、それに恩もあるしね。マリアにもあいつにも。そうじゃなきゃやってらんないわよ。こっちの都合をお構いなしで頭の中に話しかけてきたりするし。だからあなたがあいつに会う前に徹底的に株を下げておいてやるんだ。あいつが姿に見合わないほどの偉そうなこと言っても半笑いで受け流されちゃうぐらいにね。シャオ、待ち人が来たようだ。ありがとう、カミツ。こんな場まで用意してもらって。気にする必要はない。恩には恩、それが竜の礼に。では、またいずれ。うん、同胞を待っていてほしい。お疲れ様さら。ちなみに道中の発言、僕には全部筒抜けだからね。知ってる、全部聞こえるように喋ってた。ほんと、君はいい性格に育ったよね。それはどうも、規範となる方々に囲まれてたからかしら。とこのままサラと問答していると僕の株がさらに下がっちゃうね。ああ、その後の言葉を続けたら一生軽蔑してやるわよ。なんだよ、こういうこと言うのが人間っぽい振る舞いだって僕に教えたのは君じゃないか。そんなことより早く説明。そんなに時間ないんでしょ。はいはい、まったくうちの援助はいちいちうるさくてかなわないね。それじゃ改めて。はじめまして、僕はシャオ。シオンがいつも世話になってるね。僕はそうだな、わかりやすく言えばシオンの弟みたいなもんだよ。そして彼女の解放を目的としている。わざわざ呼び出してごめんなさい。ルーサーに気づかれずに君に会うにはこれしかなかったんだ。カミツにも無理を言ったし、竜族にも迷惑をかけちゃったけど、ようやく会えた。シオンが見初めたあなたに。気づいているかもしれないけど、今のあのアークスの形はまずい。ルーサーの傀儡に等しい状態だ。それでもギリギリ組織の形を保っていられるのはシオンのことをルーサーが理解できていないから。彼女が人間の言葉を使わないのは自分をルーサーに理解させないためさ。そのせいで君たちにも伝わりにくい表現になってしまっている。それについては僕からも謝る。でも気づいているかな、彼女の言葉に少しずつ意味が通ってきてしまっていることに。人間に寄ってきているということに。それはルーサーの理解が深まってしまうということでもある。あまり時間の猶予はないんだ。だから僕は動くし、サラも動かす。あなたも動いてほしい。アークスという組織を正しい状態に戻すために。嘘みたいって思うでしょ。実際私もそう思うし、関係ないって言いたいんだけど嘘じゃない。こいつは気に食わないし偉そうだし、思わせぶりでムカつくことが多いけど、
今の話だけは本当よ。サラ知ってる？僕の精神は君との対話で成長したものだから、君は自分自身に石を投げてるんだよ。私、あんたを傷つけるためなら自分が傷つくのも厭わないの。見上げた自己犠牲精神だね。よし、今度から君の睡眠中に頭の中で子守歌を歌ってあげよう。私コアに入れるのよ。そんなことしてきたらあんたを子守歌よろしく永眠させてやるわ。ダメだね、また話がそれちゃったよ。信憑性もどんどん薄れていっちゃう。誰のせいよ。少なくともあなたの責任でないことは確かだね。いきなりこんなこと言われてもなかなか信用できないと思う。だから一つ証拠を示させてほしい。僕たちになら結末を変えられるという証拠。これでよし。あとはナベリウスの奥地にある遺跡の指定ポイントに行くだけ。他のダークファルスが復活した時、復活したあの日あの時の結末をバレないように少しだけ変える。前日にサラやマリアに会っただろう。あそこが目標とする場所だ。大丈夫、時間合わせは僕がやる。あなたが今まで自然にやってきたことを今度は意識的に行うだけの話だよ。そこであなたは一つの歴史改変を行う。傍から見ればちっぽけだけど大きな一歩になる改変だ。シャオ、そろそろ時間。うん、分かったよサラ。それじゃ僕が喋れるのはここまで。信じる信じないは君に任せるよ。でも信じてる。僕は君を信じてる。私のことをそんなジロジロと見て、何かおかしなとこでもある？え？あ、うん、まあちょっと気分転換というか、いわゆるところを変えたけど、やっぱ変よねこんなの。ごめんごめん、次会う時までに直しておくから。そんなことないって、それ本気で言ってる？まあいいか、気づいてくれてありがとう。誰かに気づいてもらえないとおしゃれする甲斐もないからね。違う、おしゃれじゃない、気分転換。そう、気分転換だった。それじゃあ、さあ改変を始めよう。あらゆるいざないを断ってサラのいる方へ向かって。本当に来た。シャオの言う通りドンピシャね。おや、あんたは。そうかい、あんたが選ばれたのか。奇遇というか、なんというか。無駄話は後。未来の私にしかわからない話もする気はないわ。それより急がないと間に合わなくなっちゃうから。何をするのかって愚問ね。あなたはここに歴史を変えに来たんでしょ。二人とも六房の二たる私をこれだけ自由に振り回すんだ。これから何をするのかぐらいそろそろ説明してもらうよ。そう言われても、私もシャオから一方的に命令されただけ。あそこにいれば増援が来るって。きっとあなただってシャオからお願いされただけでしょ。何かをしてほしいって。
その何かはわからないけど、少しばかりタイミングが遅くないかい？この強力なダーカー反応からして、ダークファルスの封印自体はすでに解けちゃってるよ。その封印自体は解かれなきゃいけないものなんだって。そうじゃないとルーサーが表舞台に出てこない。必要な段取りなんだってさ。そういうことは先に言っておきなさい、このバカシャオ。あんたには思いやりが足らないのよ。なんですって？頭が足りてないのを人のせいにするな。言うじゃない、あんた。さて、通信で喧嘩を始めちゃったサラは放っておいて、あんたはどう思う？ダークファルスの復活を止めるのが目的でないのだとしたら、私たちに課せられた目的は。なるほど、ダークファルスと交戦中のアークスの救出か。それぐらいならやってやれないこともないかな。まあ目的がヤッコさんの撃破だろうが、交戦中のアークス救出だろうが、急がないといけないね。ほらサラ、いつまで通信で喧嘩してるんだ。いい加減にしな。急ぐよ。はい。怒られちゃったじゃない、バカショー。ふざけた強さしやがって。どうした？もう終わりか、脆弱なるアークスよ。我をもっと楽しませろ。貴様ならば楽しませてくれるのだろう。この体がそう言っているぞ。そいつは買いかぶりってもんだな。少なくとも今の俺にそこまでの力はねえよ。冷静な。ならばなぜ貴様一人がおとりになるような真似をした？二人での交戦を続けていれば、あるいは一矢報いぬこともあっただろう。冗談言うなって。こんな支援じみた戦いに他人を巻き込めるもんかよ。一矢に準じるのか。ならばその石ごとこの場で砕け散るがいい。貴様は先ほど。お前、それにマリアの姉さんたちまで。おいおい、こりゃ夢か。私としても夢であってほしかったわ。あれがダークファルスエルダー。ああそうだよサラ、あれが40年前にアークスを崩壊させたダークファルスだ。久しいねエルダー、こうして退治するのは40年ぶりか。その声、その客、覚えがあるぞ貴様には。しばらく見ない間に随分人に寄せてきたじゃないか。私たちに負けて少しは学習したと見える。以前は世話になった。40年前の闘争、我にとってはつい先ほどのように思い出せるぞ。素晴らしき闘争であったな。互いに死欲を尽くし、そして果てる、この上ない甘美なる体験であった。盛り上がってるところ悪いけどね、あんたと昔話をする気はない。あんた本調子じゃないんだろう。その体のせいか封印のおかげかは知らないけどね。ならこの場で私が取ってやれば全て丸く収まるんじゃないかなあ。さあ潰してやるよエルダー。皆の胸をこの刃に乗せて、今ここで私があんたを取る。40年前、アルマやカスラやレギアス、そして私ができなかったことをやり直す。三英雄なんていう剣内も、六望金庫なんていう虚構も必要なくするためにね。そうすりゃちっとは良い方向に転がるだろう。
姉さん、俺も、怪我人は邪魔だ、さらってな。あんたもサラも毛をされてるならいらないよ。冗談、私たちだってやれるわよ。私のあんたならこのぐらいの重力やすやすと断ち切っていただろう。我が体戻りさえすれば頭を垂れ無念のままに地に落ちろ。何？なんだあんたは？ダークファルスなのか。だがそのフォトンの感じは、やられた。二人ともここへ引くよ。で息を切らすなんてだらしないね、サラ。鍛え方が足りないよ。うるさい、バカマリア。自分が規格外だってこと、いい加減理解しなさい。それより、ラビュリス使って大丈夫だったの？おや、心配してくれるのかい？別に、体は心配してない。創世記の方。ダメだ。10年ぶりにジグに頭下げに行くしかないか。悪いな、助けに来てもらっちまって。あんだけ威勢よく見栄を切ったのに、情けないったらありゃしねえ。エルダー相手に一人で戦って生き延びてること自体が奇跡だよ、ゼノボー。あんた本当に悪運強いね。その呼び方やめろって、姉さん。
な。最初はカスラさんもいたからな。途中でチリジリになっちまったが、あっちもうまく生き残ってるだろう。カスラが一緒だった。そうかい。そうなるとこの状況はルーサーにも筒抜けか。いや、逆にチャンスなのか。向こう側はゼノボーが死んだと思っているはず。思わぬ拾い物だね、これは。いや、これこそが目的なのかな。ここにお前さんがいるってことは、エコーやあの嬢ちゃんは無事なんだな。それだけはなんとか守れたか。エルダーは尋常じゃなかった。しかもあれでもまだ全然力を発揮しきれてないんだろう。このままじゃダメだ。このままじゃ俺は誰も守れなくなっちまう。そりゃそうだろうね。そんな道楽じみたハンターを続けている限りあんたには無理だよ。だけどそういうバカ正直に意志を貫くやつ、私は好きだ。だからゼノボー、私があんたを鍛え直してやる。守りたいものを守れるようにね。いいのか、姉さん。もちろん貸しにするんだよ。エルダーも止められなかったし、こっちにも思惑があるってことさ。サラ、シャオの許可は。元よりそのつもりだった。手間が省けて助かる。だってさ、サラとは大違いって。シャオ、最後の悪口いらないでしょ。その、ありがとな。迷惑ついでに一つお願いだ。俺が無事ってことはエコーには内緒にしておいてくれ。その方があいつにとってもいい薬になると思うんだ。大丈夫、いろいろとけじめをつけてきちんと戻るから。だからそれまであいつのことをよろしく頼むわ。元気でやってるってまるで見てきたようなことを言うんだな、お前さん。この恩は忘れねえ。必ず返しに行くからな。それまで無事で頑張れよ。いい加減やめないか、シオン。無駄な行為は君に似合わないよ。オラクルもアークスも全て僕の手の内にあるんだし、それに君自身だって。この世に無駄なことなどないと私に説いたのは人だ。そこから私たちは始まった。まあいいけどね。イレギュラーはあればあるほど面白い。過程を楽しむ、それこそ長い時を生きる者の楽しみであり特権だからさ。いろいろと動いてるみたいだね。方々から報告は聞いているよ。邪魔はしないさ。好きにするといい。その方が退屈しないし面白い。長い長い人生には刺激が必要だね。君たちもそう思うだろう。ルーサーはすでに人ではない。しかし人であることを忘れてもいない。物事を楽しみすぎる。もともとは人であったがゆえに退屈を何よりも恐れている。それが強さでもあり弱さでもある。つけ込むべきはそこだろう。私ならばそう動くはず。私たちもそう考えている。だから間違いはないはずだ。あなたは信じて進むといい。目指した先に道は生まれる。皆が望んだ新しい道が。
シャオくん、ついに登場してきたね。なるほどなるほど、こういった経緯で出会うことになったんだ。そうなるとあれがこうなって、そういうことなのかなって、ああごめんごめん、私昔は体弱かったから本を読んでいろいろ想像するのが一番の楽しみだったの。それやってた。シオンはどうしてシャオ君を作ってこのタイミングで会うように仕向けたのかってさ、ここからシャオ君の力を借りてルーサーの目論みを防いでいくには、ここまでが必然なんじゃないかな。エルダーの復活を見逃してテオドール君は利用される形になって、シオン自身にもルーサーが迫ってくる。そこまでの条件を整えないとルーサーがどこかで気づくと演算した。何度も失敗した未来を見てきてたどり着いた未来なんじゃないかな。これより早いとダメだったんだよ。エルダー復活を見逃しゼノ君救助、これでルーサーの知らないことが一つ。そういうのを積み重ねていって後々のシオンの目的につながる。そのためのピースが揃い始めていく。きっとその最初がここなんだよ。もちろんこれまでのことだって無駄なことは一つもなかったんじゃないかな。あなたがいろいろとやってきたからサラちゃんも信頼してくれるし、リーちゃんも協力してくれた。何がどうつながっていくのか、次の記録も見てみよう。